何をしたか、皆がな和やかになるようにわしと言ってくれたわけじゃ。これわし秀吉がよく昔やっとったこと、人たらしじゃ、素晴らしい。お主は出世するぞ、必ずやな。この秀吉を喜ばしたこのわっぱにもう一度大きな拍手を。素晴らしい、ありがとうございます。このように我らの歴史というのはものすごく長くてな、ものすごく細かいことがあるんじゃが、今わしはさーっとものすごく駆け足で皆々に説明したんじゃが、もし少しでも気になる場所、何でもいい、わし秀吉のこと気になったんじゃあったら調べてもらって、少しでもな、今日言ったこと一つでも覚えて帰ってもらえばわしは嬉しいんじゃ。そこからどえりゃ広がってくれればええな、戦国時代好きになってくれたらええ。我ら名古屋おもてなし武将隊は名古屋城に毎日おる。今日は織田信長様がおるぞ、名古屋城にな。もしあったんであれば、信長様、秀吉様こんなこと言ってましたよな、そういったことを言えばまた信長様が歴史の話を教えてくれる。そうすればまたこの戦国時代の幅が広がっていくということで、ぜひ我らに会いに名古屋城に来てちょう。いつでも待っておるでな、みなみな。こたびは誠にわしの話を聞いてくれてありがとうさんじゃん。これにてわしの授業は終わりにいたす。ありがとうさんじゃった。それではまた会おう、さらばじゃー。写真撮影もできるので、もしやりたければ、のっぱけちゃ。ありがとう。